エクスペルに来てからなんだか学者の知り合いが増えたような気がするよ。私もいろいろな人とも知り合いになれたわ。なんだか先生と生徒って感じよね。僕は紋章科学の専門だ。僕の知識についてこれるんだったら何でも教えてあげるよ。なんだか本当に先生みたいだ。この調子だとみんなで学校が作れるんじゃないのか。本当ね。レオンが科学の先生。ねえねえレイナ、私はプリシスは図工の先生かな。科学の先生がいい。私は回復の術が使えるから保健室の先生かしら。どちらかというと保健室の先生ならオペラさんだろう。ああ、なるほど。保健室といえばセクシーで美人な先生よね。あら、嬉しい。勉強以外のことも教えてあげるわ。じゃあ、私は？担任の先生はどう？なんか担任の先生っぽい服着てるし。担任か、悪くはないわね。では私は何ですの？やはりクラスのマドンナかしら。セリーヌさんは、生活指導の先生なんてどうだ？廊下を走っている生徒を捕まえて説教してそうだし。わかるな、それ裏で理事長とか仕切ってるやつ。なるほど、生徒、いや学校のトップ生徒は僕とレナ。トライア学園の開校ね。